どうもゲームです。今回は J1 第14節アビスパ福岡戦のマッチプレビューをやっていきます。敗戦後の大事な試合で勝ち点3を得た浦和は1週間のブレイクを経てアウェーでのアビスパ福岡戦になります。長谷部監督のもと手堅いチーム作りで、今季ね、序盤は上位に食い込んでいた福岡ですが、直近はやや調子を落としている印象です。しかし硬いゾーン守備やシンプルな攻撃というのは健在で、それをね、3バックと4バックを併用して戦っていきます。浦和としては事前に予想しづらい相手のシステムにも合わせた対応がピッチ内で求められるので、そういった面だったり、あと福岡の特徴と合わせて解説していこうと思います。今回も戦術ボードを使って分かりやすくお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。浦和レッズサポーターでチャンネル登録がまだの方は登録も忘れずにお願いいたします。はい、今回の動画では3点お話しいたします。1つ目は福岡の戦術的な特徴について解説します。2つ目は福岡が3バックを採用した際の想定をしていきます。3つ目は福岡が4バックを採用してた時の展望をしていきます。では早速やっていきましょう。はい、まず一つ目は福岡の戦術的な特徴について見ていきます。基本の布陣は3-4-3ですね。もしくは4-4-2を採用してくることがあります。今季の序盤に関しては3-4-3の方で、直近はね、結構4-4-2も頻繁に採用していたんですけども、前節は再び3-4-3に戻していました。前節のメンバーを元にすると、3トップは山岸を頂点にして、シャドウに今野とルキアンですね。そしてウィングバックには前島と、田中達也。で、ボランチは前と特別指定選手の茂みになります。そして最終ラインはグローリーならミアの3枚になりますね。で、ゴールキーパーに関しては村上と永石を併用していて、どちらが出るかは試合ごとに変わってきます。4バックの場合は最終ラインからミアが抜ける形で、ボランチのコンビというのは変わらないですね。で、2トップに山岸や佐藤、そして鶴のあたりを起用して、最近はね、ルキアンをサイドで起用するということも多いですね。で、攻撃面においてはシステムによってそこまで違いは出ない印象ですね。核となるのはサイドの今野とルキアンで、ここを中心としたサイドからのクロス攻撃ですね。そういったところと、長めのハイボール、そしてセットプレーになります。最初からね、こう放り込んでいくという感じではないんですけども、後方からのつなぎ自体はこうボランチを絡めつつも最低限に行っていて、長いボールを山岸なりルキアンなりに使ってくるということも多いですね。特にルキアンに関しては、3バックの時も4バックの時もそうなんですけども、サイドに流れ気味になって、サイドバックの選手とマッチアップすることで、この選手同士の勝敗で優位を得る質的優位を生かしてきますね。また3バックの場合はウイングバックですね。こういった幅を使うことも多くって、こう相手がね、サイドに寄った大外の幅というところを使ってくる、そういう攻撃も多いですね。で、全体的には右サイドから、チャンスを作って、クロスに入っていくというようなことが多いので、そういったところに対するサイドチェンジを狙っている印象ではあります。で、その要因としては今野がね、今シーズン新加入ということなんですけど、右サイドにいることで、ここからのドリブル突破だったり、スピードのところですね、そこを活かして、クロスを上げてくるというのが、一番の攻め筋と言っていいのかなと思います。3バックの時は2シャドウに入るこのルキアンとコンノですね。この2人が攻撃の起用になっていますし、ウィングバックがいるので、ここでね、2人の関係性を作って、クロスを狙ってくるというのが多いかなと思いますね。で、4バックの時もそれはね、さほど変わらずに、右サイドのコンノと左サイドのルキアンですね。ここを活かしてくるというような攻撃が多いですね。右サイドではコンノの突破、そして左サイドではルキアンの高さと、意外とね、ドリブルでの突破というところもあるので、これを起点にして、中央の山岸が絡んでいくというようなのがパターンなのかなと思います。とはいえ福岡の展開の起点になるのはボール非保持ですね。つまり守備になります。ここは3バックと4バックで少し違いが出る部分なのかなと思いますね。味方との距離を意識した陣形を組むゾーンディフェンスというのは長谷部監督の代名詞と言ってもいいかもしれないですね。ですのでゾーンディフェンスの基本の布陣でもある 4-4-2 をね、長い期間採用してきました。 4-4-2 の場合は2トップの追い込みですね。ここからスタートしてサイドに追い込んでいくというような意識が強そうかなと思いますね。ただサイドハーフの選手がこう1列目に参加していくとか、そういうところに対して積極的というよりはどちらかというと保守的な方が多いかなと思っていて、その代わりボランチの2枚っていうのは結構前の選手に接近していくというようなイメージがあります。またプレッシングの開始ラインに関してもミドルゾーンが多いですかね。前に接近するこのボランチコンビと2トップの追い込みも合わせて、非常にこの中央の部分ですね、ここを固く閉ざしてサイドに追い込んでいこうという狙いだと思います。そしてサイドに追い込んだところから長いボールを蹴らせれば、最終ラインの強さっていうのはね、センターバック陣を中心に盤石なものがあるので、それによって守っていくという狙いがあるんじゃないかなと思いますね。ゾーンディフェンスにおいては最前線の選手ですね、ここの貢献というのは不可欠なんですけども、福岡はね、その度合いがかなり大きい印象ですね。サイドハーフに今野とルキアンという、攻撃やね、
カウンターで力を残しておきたい2人がいることもあるかもしれないんですけども、2トップに関してはこう2度追い3度追いというのを、まあ、サボらずやるっていうこと、それができる人生になることが多いですね。また3バックの時もこの中央のところですね、ここを封鎖しておくというようなところ、ボランチの2枚が前線に接近してそれを実現するというところは変わらないんですけども、まあ、プレッシングの開始ラインはやや高い方かなという感じはしますね、4バックとは比較して。で、守備の時の布陣は、まあ、5-2-3 のようなイメージを持っておくといいのかなと思っていて、まあ、ワントップ2シャドウでもあるので山岸を、ね、より前に出しやすいという側面があるかもしれないです。スタンスとしては4バックと同じく、まあ、中央を封鎖していくというところですね。特にこの3枚と2枚をつないだこの五角形のところはかなり狭く作ってくるという印象ですね。また中央を占めたところからサイドの方ですね、ここに関してはシャドウもねケアをするというところもあるので、ボランチの選手が山岸と同じような列に出てきて2トップ気味にプレッシャーを仕掛けるというようなシーンもあります。まあ、ここは臨機応変にというか、自分たちの布陣と相手の布陣を見て中央をね3枚で占めるというところから、低い位置でサイドを使われそうな時にはしっかりとシャドウの選手が開いていく、その代わりボランチの選手が前に出ていって2トップ気味にプレッシングを仕掛けるというような体制になっています。また3バックの場合はこのセンターバックですね、この辺りが前に行ったボランチの裏のスペースに対して積極的に前にずれて迎撃してくるというようなこともあります。またセットプレーに関してはゴール前へのクロスというのを対応してきますね。こういったハーフウェイラインですねの近くのところでもリスタートはクロスを入れてくるということが多くなります。はい、2つ目は対3バックについて見ていこうと思います。浦和としては福岡が3バックと4バックどちらの布陣を採用してくるかは事前にはね分からない状況にはあります。なので準備の段階でどちらかに絞るということは難しいので、ピッチ内での対応も合わせて両対応でこの試合に臨む必要があります。まあ、試合展開としては浦和がねボールを持つ時間が長くなるということが予想されます。その中でやはり福岡の堅い守備を崩さなければいけませんし、カウンターを打たれるようなボールの失い方というのは避けなければいけません。また対3バック守備に関しては最終的にはねこの相手の最終ラインから1枚ないしは2枚を引き出す必要がある、もしくは早いタイミングで裏を取ってしまって誰もいないような状況を作るということが求められます。まあ、それができないとゴール前での決定的なシュートチャンスというのは生まれにくいはずです。まあ、ガンバ大阪戦のレビューでも触れましたけども、浦和は攻撃時の重心をこう前の方に移していくというようなことは狙ってくるはずです。しかし単純に前方の方に人数をかけていくと、まあ、それだけになってしまうと3バックの福岡相手には通用しないと思います。相手はね最終ラインに5枚を確保している状況なので、単純にねボールを入れたとしても、まあ、空きづらいということにもなりますし、ポジションを捨てて前に出やすいという状況、まあ、1枚減ってもまだ4枚いるというところもあるので、センターバックの迎撃も激しくなるんじゃないかなと思いますね。で、仮にそのミッドフィルダーのラインの裏ですね、そこで前を向く選手が作れてサイドへの展開をしようとしてもウィングバックの選手が幅をカバーしているというような状況もあります。ですのでビルドアップの段階でこう前に相手を引き出すとか、ずらしていくということは必要になると思いますね。トピック1で触れたように福岡はね最初のプレッシングの段階ではこの中央のところですね、ここを非常に狭くしてくるというような特徴があります。ですのでここに入るであろう岩尾だったり敦樹っていうのはこの場所で受けるというのは最初はねすごく厳しい部分になるんじゃないかなと思いますね。まあ、とはいえ相手を動かしながら中央にここ入れていくというような展開も見せないと、福岡の想定通りにボールが動いていくだけということになってしまうので、いきなりね最終ラインから一発で入るということはないにしても、まあ、経由を合わせて使っていくということは必要になってくると思いますね。またシステム上ウィングバックの手前のスペースですね、ここに関しては空きやすくなる場所にはなります。例えばサイドハーフの選手は高い位置を取ることで相手のウイングバックを押し込めば、この手前のスペースですね、ここでサイドバックの選手が空きやすいということにはなるんですけども、まあ、福岡はね先ほどもお伝えした通りこういったサイドに関してはシャドウの選手が出ていくというところですね。で、代わりにボランチの選手が1列目気味に出てきてしっかりとプレッシングを仕掛けるというような仕組みもあるので、まあ、そう簡単にはいかないのかなとは思いますね。ただ福岡はね3バックの場合は結構前の方からね来るという印象があるので、西川をね使って前に引き出すということは必要にはなると思いますね。また敦樹のパラレラの動きですね、縦のパスコースを作るための横の移動をですね、まあ、これは浦和が今季多用している経路の作り方なんですけども、まあ、これも重要になるのかなと思います。相手のボランチがね前に上がるような体勢を作らせて西川で数的優位を得ながらボールを展開できれば、このシャドウの裏ですね、このスペースに対して敦樹がボールを受けに移動していくというところだったり、そのボランチの裏に対してセンターバックがね迎撃に出るかもしれないんですけども、そこをね外すことができれば今度は岩尾だったり最初の時点では使えなかった中央へのコースというのが空いてくると思いますね。そのためにも前の方には人数を残しておくということが重要で、相手のセンターバックに対して前に出させないような
立ち位置を取っておくとか、まあ、そういったところは必要になってくるのかなと思いますね。また西川を経由してボールを移動するというところと同時にセンターバックを、ね、大きく開かせるというようなパターンも必要になるかなと思いますね。まあ、そうすれば柏戦のシャルクのゴールのような流れも期待できるかもしれません。ショルツが、ね、大きく開くことができれば酒井は、ね、前の方に潜っていくということもできると思いますし、まあ、そこで引いてくる大久保が相手のウィングバックを引き連れて下がるというところと、そこにサポートに入る敦樹というところで、まあ、ここの、ね、ワンタッチの外しとかっていうのも今年よく見せていることなので、まあ、これも、ね、結構いい経路になるんじゃないかなとは思います。まあ、こうすることによって相手の最終ラインから1枚引き出すこともできるし、センターバックの選手の迎撃というのを防ぐこともできる。そのことによって相手のボランチの裏のスペースですね、ここで前を向く選手を作って裏を狙っていくというような攻撃もできるんじゃないかなとは思います。もちろんこういったところに入ったとき、そこからのスピードアップというのは非常に重要で、相手がね、戻ってくる前にシュートまで到達したいですね。もしくはここからね、スライドしてきた相手の逆サイドを取っていくとか、まあ、そういう攻撃も必要になってくると思うんですけども、まあ、そのためにもスピードアップをしなければいけない。それは意識だけではなくて、まあ、どれだけ前にね、人を残しておけるかというのも重要になると思います。守備で気をつけることに関してはやはりね、サイドからの攻撃ということになります。ウィングバックのね、幅を使ったこのサイドチェンジですね、そこから今度の仕掛けに入るという経路は福岡のね、メインの攻撃手段になります。浦和はね、フォーバックなので、この幅をね、使われないというようなところは意識しなければいけないところです。前からの追い込みによって同じサイドに閉じ込めるということも重要なんですけども、福岡はね、この追い込まれるその前にもう長いボールを蹴ってしまうというようなチームでもあるので、そのバランスというところには注意したいですね。出てくるそのハイボールに対して最終ラインが個別でね、対応するだけではなくって、こぼれ球の回収ですね、そういったところもしなければいけないからですね。はい、3つ目は福岡がね、フォーバックできた時の想定をしていこうと思います。フォーバックの場合は割とベーシックなことがやりやすいのかなとは思いますね。ミドルゾーンで構えたところから守備をしていくということが多いので、浦和としてはより相手陣内に近いところからのボールの保持を始められることが多いのかなとは思いますね。まあ、昨年のアウェーの福岡戦ではフォーバック相手にボールを保持して相手の、ね、守備を機能停止に追い込むということはできていました。2トップに対して開き気味のセンターバックとマンカで出入りする中盤の選手とで優位を作りながら、相手の間ですね、こういったスペースに対して顔を出す、そしてフォーバックに対する幅も使っていくということが浦和はできていたので、基本的にはボールを握りながら相手の間を使って泣きどころを使っていくということ自体はできていました。まあ、今回もね、同じような形でも問題はないかなとは思うんですけども、浦和はね、ビルドアップに割く人数をより最低限にして前の方にどんどん圧力をかけていくと、そういったサッカーへ移行していくということが予想されています。まあ、2トップに対して岩尾をね、あまり落とさないということもあると思いますし、脇からね、センターバックが運んでいってもう縦のパスを刺していくとか、サイドチェンジを狙っていくとか、まあ、そういった方法がメインになる可能性というのも十分にあると思います。まあ、この場合は前節のガンバ戦に似たような形になるのかなとは思っていて、しっかりと相手のミッドフィルダーのラインの背後ですね、こういったところに選手を置いておく、そして前へのベクトルを出しておくというところですね、その辺は重要になってくるのかなと思います。相手のね、ミッドフィルダーのラインの裏ですね、ここに負荷をかけておけば縦パスが入った際にも相手のね、前ずれっていうのを抑制できますし、こういったところでボールを失ってもすぐにカウンターのプレッシングを仕掛けられると、まあ、そういう体制が整っているということになりますね。またここでね、前を向く選手というのが作れればすぐに裏を狙ったりサイドチェンジを絡ませていくことができると、まあ、そういったメリットがあります。まあ、浦和のこの形ではサイドハーフの選手をね、結構内側に入れてくるということが多いので、しっかりとね、サイドバックの選手が幅を取っていく、そしてパスが出てくるときにしっかりと前へのベクトルを出せるかというのも重要になると思います。また守備については対3バックの時そこまで変わらないのかなと思いますね。福岡は 4-4-2 の場合、ルキアンがね、よりサイドプレイヤーの位置になることは多いかなと思います。まあ、そうすると単純に相手のサイドバックとのマッチアップが多くなって、そこでの優位を使ったロングボールとか、そういったところはメインの選択肢の一つとなっています。まあ、ただこれはね、他の試合では機能していたんですけども、浦和はね、右サイドバックか酒井か秋元になると思うので、まあ、単純なマッチアップで負けるということは考えにくいですね。ただ問題はそのボールがこぼれた後というところで、マッチアップで勝ったとしてもその回収ですね、そこで負けてしまっては意味がないからですね。福岡はあまり繋がないというところもあるので、しっかりと前線のターゲットの近くに人を配置してボールを回収するというのは共通理解としてはあります。ですので、浦和はね、前からの追い込みによってボールが出そうな位置を予測しやすくする、そのことによって回収部隊がしっかりと近くに入れるようにするというのは重要になってくると思います。はい、では今回のまとめです。福岡は 4-4-2 と 3-4-3 を併用してきます。攻撃の起点はサイドのルキアンと今野が担っていますね。ルキアンへのハイボールへの優位性、そして今野の突破からのクロスというのが基本になります。
システムに関係なく洗練されたゾーンディフェンスを敷いてきます。守備においてはボランチがね前線にかなり接近していって、中央を封鎖するというところが肝になっています。相手陣内のセットプレーは距離に関係なくゴール前にクロスを送ってくるのが福岡の特徴ですね。浦和としては3バックか4バックを予想しづらい状況になります。ですのでピッチ内での対応も含めて両対応することが求められます。守備面で気をつけることに関しては、どちらでもねそこまで変わらないのかなと思いますね。マッチアップの心配自体も少ないんですけども、こぼれ球のね対応をいかにしていくかというところが問われると思います。攻撃面に関しては相手のシステムに応じて前進経路を変更する、そして確保するということが必要になってくると思いますね。浦和はねスコルジャがもともと志向するサッカーへの移行が始まっていると思うので、相手のライン背後に負荷をかけていけるかというのは引き続きね重要になってくるのかなとは思います。浦和としてはおそらく4バックで来てくれた方がやりやすいかなという気はするので、福岡はね3バックにしてくるんじゃないかなとは予想しておきます。3バックの方は浦和としてはね手前に引き出すということも必要になりますし、そうするとね福岡としては浦和の攻撃陣をゴールから遠ざけるということも狙いやすいのかなというふうに思います。スコルジャは3バックの湘南を相手にした時もそれに合わせた戦術を準備してきましたが、戦術のね移行というのが本格的に始まった今、どんな対策やメンバーで準備してくるのか楽しみですね。この試合の予想や動画を見ての意見や感想、質問などはぜひコメントしてください。必ず返信いたします。こちらのチャンネルでは浦和レッズの試合のプレビューやレビューを中心に、クラブやチームと目線を合わせて浦和レッズをもっとサポートするためのコンテンツを発信しています。この動画が役に立ったと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。